好きな色のクレヨンを手にした園児たち、思い思いの場所に絵や模様を描いています。楽しい。ここでこれ消防車が描いた。いいね。何描いた？ワニ。ワニ。子供たちが一生懸命描いているもの、実はこれ観光バスなんです。バスを所有しているのは岡山県に本社がある下田観光バス。楽しい思い出作り、そしてバスに親しみを持ってもらいたいと福山市で初めて企画しました。ダイナミックさが、ね、違いますよね。すごい。いろんなところに書いてるので、なんかもうバス全体がキャンパスになって、すごいいい経験をさせていただいてるなと思います。車内はダメですが、外には何を描いても OK ということで、フロント部分やタイヤ、はたまた下に潜り込むなど、好きな場所に好きなものを描きます。かわいいの描いてみてどうですか？楽しかった。落書きしてどうですか？楽しいです。ちなみに何を描いてますか？青色に全部塗りつくしています。見ててください。楽しかった落書きはおよそ1時間で終了。園児たちの手もカラフルな色になりました。今日楽しかった人、またやりたい人。描いた落書きはその後きれいに消されましたが、バスに描いた思い出はいつまでも園児たちの楽しい思い出として残ったようです。下田観光バスによると、福山市内の保育園や幼稚園から希望があれば、書いてもらうことでこんな笑顔がもらえるとは。このコロナ禍で我々もちょっと疲弊している中で、子どもさんのこの笑顔っていうのは非常に癒されますし、校外学習、遠足の方にでも本当に行ってもらえて、あの時落書きしたバスだなって思い出してもらえたら、うちのありがたいです。描いた落書きはその後きれいに消されましたが、バスに描いた思い出はいつまでも園児たちの楽しい思い出として残ったようです。下田観光バスによると、福山市内の保育園や幼稚園から希望があれば、今後も無料で行うということです。